はい、どうも皆様お久しぶりでございます。ダラダラプレイヤーのトビです。はい、あの鳥年終わったんですけどね、鳥年終わってもう犬年なんですけど、はい、鳥です。はい、鳥です。どうでもいいっすね。全く関係ないわけじゃないんですよ。全く関係ないわけじゃなくて、ちょっと大いに今回はちょっとこの鳥が関係あるんですけど、ちなみにこれ装備してるのチョコボスーツと、なんつったっけな、レーシングチョコマスクだかってやつで、このチョコボスーツはこのね、もうすごい美しいほどのチョコボスーツ、なんかモコモコしてますけど、これはなんだっけ、マイバディ、バディチョコボっていうの、呼び出せるじゃないですか、チョコボ一緒に戦えるじゃないですか。あれをこうレベル上げて、一緒に戦いまくってレベル上げてランク10に到達した時かな、なんかアチブメントかなんかわかんない、もう忘れちゃったんですけど、なんかもらえるような気がするんですよ。気がするんですよとかっつって、多分絶対じゃない、興味ある方は調べてください。多分それだったような気がする。ランク10じゃないかな、今マックス20なんですけど、確か10だったような気がする。で、10にしたらアチブメントが確かなんか出るような気がするんですけど、その状態でグリダニアのアプカル滝だかなんだかってね、あそこにいるおっさんに話しかけると、なんかおお、なんかよくやったなみたいな感じでよ、なんかよこすんですよ、これ、はい、スーツどうぞみたいな、おっさんね、アチューブメントのなんとかっていうおっさんがくれるんですよ。多分そう。で、このマスク、このね、美しすぎるこのチョコボマスク、これすっごい欲しかったんですよ、これ。めっちゃ欲しかったの。ずっと欲しかったんですよ。で、これ何かっていうと、ゴールドソーサーでチョコボレースあるじゃないですか。で、チョコボレースをやりまくると、こう、どんどんね、その、走ってるチョコボ、バディの方のチョコボとは別個なんですけど、その、レース用のチョコボがいるんですよ。いるんですよとかつって、あんまり知らない人も少ないと思うんですけど、もしいたらっていうことでね、その、レース用のレースに出れるチョコボを、チョコボレースでこういっぱいこうレースするんですよ。そうすると経験値がもらえて、そのチョコボのランクがまたこれもどんどん上がっていくんですよね。で、ランクがね、多分40だった気がするんですけど、ランク40になったら、今度、カップリングみたいなことができるんですよ。その、今まで走ってたレース用の、レースに出れるそのチョコボを引退させてカップリングして、次の世代のチョコボをこう誕生させることができるんですよね。確かランク40以上だったような気がするんですけど、で、次そこでカップリングして次の世代のチョコボができたら、それが2世代目になるわけですよね。で、今度2世代目のチョコボをまたわーってこう頑張ってレースやって経験値もらってレベル上げて、またランク40になったらまたカップリングして次の世代のチョコボ、3世代目のチョコボとかなっていくわけですよ。どんどんいろいろMGP 結構使うんですけどね、でそれを繰り返して9世代目のチョコボを9世代、もう気が遠くなる話なんですけど、9世代目のチョコボが生まれたら確かなんかアチーブメントもらえるんですよ。で、僕はそれをコツコツやってたっていう。チョコボレースもね、そんなにめっちゃ楽しいと思ってるわけではないんですけど、そこまで、いや、好きですけど、めっちゃ楽しいこれっていう、そこまでではない、僕はねなんかとりあえずゆっくりこうのんびり空いた時間でコツコツやっていこうかなと思って、9世代目のチョコボが出たらアチューブメントがそのドーンって出るんで、今度はまたグリダニアのアプカルダキのとこにいるおっさんのとこに行ってね、9世代目のチョコボ生まれたぞって言ったら、よくやったなって言ってこの仮面もらえるっていう、なんかそういうことなんですよ。はいはい、でそうなんですよ。で、タイトルにも何かかんかねついてると思うんですけど、今回のメインはこいつじゃないんです。チョコボは関係あるんですよ。チョコボは関係あるんですけど、キャラクターはね、ぶっちゃけどうでもいいんですよ。はい。はい。どうでもいいんで、ちょっと、学者あたりに、ね、ヤシトラ。ヤシトラなんだけど、ヤシトラと見せかけて、これ実はヤシトラじゃないんですよ。ヤシトラじゃない。頭装備を表示すると、しますよ、これ。はい。表示すると、はい。鳥。ヤシトラじゃないんですよ。ヤシトリ、これ。ヤシトラじゃない。ヤシトリ、これ。ヤシトリ。ね。で、ちゃんとほら、やっぱ僕らしいというか、ハイランダーらしいというか、この腕装備ね。わざわざミラプリしてるっていう、この、学者のこの、なんだ、ロケットパンチみたいなやつね。この、光るダンベル。ダンベルじゃないな。これ筋トレですから。常に筋トレをしてるっていう。だから、武器を構えても筋トレね、これ。これ、すごいいい運動になると思いますよ、これ。これ、ほら、
なんかさ、つらっとしてこうやって本読んでるように見せかけてね、多分これ20キロぐらいあるから、これ片っぽ。もう多分あのね、多分そろそろこの人海洋圏とか使えるようになるんじゃないかなと思うんですけど、まあそんなことはまあどうでもいいとして、これね、もうすごい筋トレこれ、ふんってこう重いから。多分ね、この本もね、軽そうに見えてね、50キロぐらいあるからこれ。片手でひょいってこう、すごいこれ。めっちゃこれ、ほら、もうこれやばいっすよこれ。このポーズね、これやばい。この上腕三頭筋、じゃ違うな、三頭筋あんま使ってないな。上腕二頭筋とか多分すごいよこれ。この角度ですから、だって。もうここに何、こう腕に20キロで本50キロだから、70キロここに負荷がかかってるわけで、もうすごいこれ、めっちゃ重いから。多分この指、いやちょっとどこ向くの、これ指のね、この先っちょのこのなんかよくわかんない金属みたいなやつね、これも多分ね5キロずつぐらいあるんだよきっと。で指筋とか鍛えてんじゃないこれ。ちょっとそんなのあるかどうか知らないですけど、指筋なんて聞いたことないですけど、もうすごいですよこれ。すごいヤシトラの装備と見せかけて、多分この辺もね、これもなんかあのすごい重いんですよ。まあいいや、もうその話やめよう。もういいわ、いいわ。はい、まあそれはいいんですけど、あのこのお家なんですよ。このお家、結構もういつだったかな、もう自分でいつ建てたかこれ覚えてないんですけど、まあ嫁さんとちょっとこうギルを貯めて L サイズの個人宅を買ったんですけど、まあ、これ僕ん家なんですよね。いや僕ん家っていうか、あの こいつの家、こいつこの鳥の仮面かぶったこの変な人の家なんですけど、個人宅です。個人宅で、あのね、結構ね、これもう結構年数が経ってるんで、細かいところを見ていくと、いや例えばね、あ、ちなみにこれから言うことは全部冗談ですよ。あのエオル材は全部データなんで関係ないんですけど、例えばこのドアとかね、もう年数が結構経ってるんで、あの開けるときにね、やっぱ音とかがやっぱ気になるんですよ。そろそろあのギーってなるの、ドア開けるときにギーって、あのもうホラーハウスみたいなギーってなるわけですよ。であと多分だけど、これ金属ちょっと使ってるよねきっとね。多分だけど、金属をね、一部こう使ってると、もう全部が全部木じゃないと思うんですけど、でもこの壁とかもさ、石のつなげ目とかがね、もう剥げ落ちてきてるんですよ、ボロくなってね。何にも手入れしないもんだから。あ、ちなみに、さっきも言いましたけど、冗談ですよ、これ。エオルゼアはデータなんで、やっぱり。あの、立てたらそのまま、何も劣化とかしないですから。劣化とかしないんで、あの気にしないでください。ただ言ってるだけなんでね、僕ね。で、この窓とかもね、もうすごい、もう開かないんですよ、これ。もうなんか、窓枠腐っちゃってね、歪んで、もう開かない、閉めたら開かない、開けちゃうともう閉まんないみたいな感じなんですよ。まあ、最初から開かないんですけどね、エオルゼアの窓って。まあ、それは、まあ、もう、まあまあまあ、まあまあまあ、まあ、まあ、どうでもいいことばっかり言ってるんですけど、まあ、いろいろね、問題ありなんですよ。もうそろそろ雨漏りもして、家の中もちょっとね、あの床にカビ生えちゃったりとか、まあ、カビは生えないんですけど、カビっていうか、そのカビ生えたみたいなのをイメージして、プリンをめっちゃ置いたんですけど、カビじゃないんですけど、なんかイメージ的にそういうなんかすごいどうでもいいところなんかやりたいんですよ僕。そういうなんかなんていうの、そういうそんな現実見たくないっていう人ほとんどだと思うんですけど、なんかその現なん、いやもうやめよその話も、まあね、どうでもいいんですけど、はい。で今回このまあ慣れ親しんだお家なんですけど、外装を取り替えようかなと思うわけでございます。で所持品の中にね、もう入っ、ああちょっと待って、今名前出たんじゃない、これ名前、嫁さんの名前、制作者の名前出ちゃった。これね、制作者の名前オフとか、そういう機能ねえのかな？俺、すごい気になるんだよな。どこだっけな？いや、俺持ってんだって。持ってんだ、どっかに。あ、これ。チョコボレジデンスウォールっていうのをもらいました、これ。で、これ何かっていうと、外装建材、かっこ外壁って書いてるんですけど、チョコボの、なんて読むのこれ。チョコボの衣装でいいの？ちょっとわかんないですけど、施した大型ハウス用の外装セット、一体型のため外装の全パーツがまとめて変更され、個別のパーツ変更は不可で、かっこ L サイズ住宅にのみ取り付け可能っていう、チョコボレジデンスウォールっていうのをもう あるんですよ、これで、これを取り付けることによって外装がもうとにかく全部変わるっていう。で、まあ、もう雨漏りする屋根も新品になるし、ギーって音がするドアも新品になるし、あとこのね、ちょっとこう、剥げてきちゃった外壁のこの、なんていうのかな、そういうところも綺麗になるという、まあそんなことはないんですけど、ボロくなるってことはないんですけど、エオルゼアの中はデータだから、あくまでデータなんで、もう全然綺麗なままなんですけどね。まあそれももうあくまで僕のおじさんの妄想っていうことで置いといてください。で、これどうしたかっていうと、これね、言っとかなきゃいけない。これもらいました。もらいました。チョコボレジデンスウォール、L サイズの家のやつ、もらったんですよ。で、誰からもらったかっていうと、もちろんフレンドさんなんですけど、そのフレンドさんがね、リテイナーを呼んだの、チリンチリンって。家の中で、ね、リテイナー何持ってきたかなって帰ってこいって、チリンチリンって呼んだらしいんですよね。
そしたらリテイナーが親分家持ってきたみたいな感じでこうドカーンっつってこう家持ってきたみたいな、いやすごいことじゃないですかこれ。いやたまに持ってくる持ってくるっていうのが普通の人の反応だと思うんですけど、いやよくよく考えてください、家の中でリテイナーを呼んだわけですよ。家の中でリテイナーを呼んだのに家を持って帰ってくるんですよ。家の中ですよ、家の中なのにチリンチリンってやったらリテイナーがニョインってこう出てくるじゃないですか。出てくるところまではいいよ、だってテレポかなんかで来てる可能性もあるし、なんかすごいねそのなんかあるんだろうさ。何持ってきたのって聞いたら家持ってきたっつってね、それちょっと考え よく考えると家の中に家を持って入ってくるってことはもうその家の外装バイ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 ってことですよね。で家担いできてるんだから、家を担いで家の中に入ったら家バキ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 ぐしゃ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 ってなりますよね。すごいことじゃないですか。でさらにですよ、さらに何がすごいって、いや光の戦士ねやっぱすごいんだわこれ。だってアイテムストレージに家入ってんすよ。家でしょ、だって一体型なんだから。外装セットってことはセットなわけですよ。家持ってるんですよこれ。持ってないように見えるでしょ、だってこれほらもうなんかね腕とか組んじゃってますけど、この人鳥の仮面かぶって家持ってんだよこれ。いやすごくないですか。でクラッカー73個とかさ、すごくないこれ。あちらのチョコボの登録証ね、ほら G8 とかあるでしょ、これ頑張ってチョコボ育てましたみたいな、なんかそんなやつ。名前何これ、サンダー、サンダー、名前サンダーでした。まあそれはいいんですけど、まあまあまたねよくわかんないことばっかやってますけど、全然僕の動画見ていただける方、ご自由に飼育場移動して好きなとこだけ見ていただいて本当大丈夫なんで、僕大体よくわかんないこと喋ってばっかなんで、はい、まあ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 よくわかんないねことばっかり言ってますけど、まあそういうことでフレンドさんがリテイナーが持ってきたっつってこれくれたんですよね。すごいっすよね、家持ってくるリテイナーすごい。うちのリテイナーはねたまにエッタちゃんがどっからともなく 家のね屋根引っぺがして持ってきたとかはあったんですけどね、なんかそろそろいずれなんか生首持ってきそうで怖いんですよね。生首っていうか、いや生首持ってくんだろうなあいつな、エッタちゃん多分胴体だけあればいいとかっつって、生首いらないからこれご主人様あげるみたいなさ、怖いよねそんなリテイナーいたら。はい、まあそれはいいとして、じゃあ取り替えます。ちょっと見やすいとこねえかな、見やすいとこねえかな、なんかごちゃごちゃしてんだよこの家な、本当に誰よこの家作ったの、俺だけど。ちょっとこの上乗っかろうか、ビスマルクに乗っかれば、まあ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 見えるよね、まあまあ見える、よしよしよし、これでいいんじゃない。ちょっと記念に写真撮っとこう。はい、バシャコンと。はい、じゃあ行きまーす。行きます。もう、ちょっと待って、俺、この下りで、11分ぐらい、12分、わかんないけど、いいや。はい、じゃあ外装の変更行きます。じゃあこれで、そうだね、外壁、これだね。じゃあ行きますよ。チョコボレジデンスボール。多分、これ、俺やったことないんだけど、これ、ピッてやったら、ボンって変わるんでしょ、きっと。じゃあ行きます。行きます。せーの、シェイクオフ。あれなんだよなんだよ、すべての外装建材アイテムが取り外されて消滅します。本当によろしいですか。いいえ、いや何でもないです、ごめんなさい。はい、じゃあ行きますじゃあはい押します、行きます、せーの、シェイクオフ。おおおー、キノコかと思った今。え、これ、あ、キャ、おおおお、何喜んでんだ俺っていう。おお、すげえ、なんだこれ。え、ちょっと待って、俺さ、すごい気になるんですけど、庭具消えなかった今。もう一回いきますよ、せーの、シェイクオフ。あ、あるわ。うおー、わ、なんかちょっと待って、怖い。どうしよう。いや、ごめんなさい、なんでもない、どうしようじゃないよね。やります、チョコボにします。いきます、はい。押しますよ、決定。押しちゃいますよ。ジェイコフ。いや、何だから。一度取り付けた外装建材でも外すことはできません。取り付けてあったら古い外装建材。わかったっつうの。はい。おっさんずハウスの外装を変更しました。え、チョコボなのこれ。ちょっと、いや、なんか、あー、いや、これ、え、ひよこ、あ、食べ物でありますよね、白あん入ったやつね。なんか、それに見えるんだけど、チョコボ。あー、いや、すごい可愛いんですよ。
めっちゃ可愛いんですけど、可愛いんですけど、この可愛い家から出てくんのこれかい、この鳥の仮面かぶってヤシュトラの格好して腕になんか重りつけたこの人が住んでるわけでしょ。ああ、でもいいなこれ。なんかうわちょっと待って、これグリダニアだったらなんかグリダニアっぽくないですか。あ、なんかいいなこれ。あ、グリダニアにちょっと立てたがい。違う、ほらなんか、あ、卵なんだこれ。卵がパカッと割れて、でこれ多分フリーカンパニーだったらフリーカンパニーのあのカンパニークレストが入るんでしょうね、これね。個人宅なんでウルダハの、ここウルダハなんで、ゴブレットビュートなんでウルダハのなんかね、このなんか天秤みたいなのなんかありますけど。あ、ちゃんとここもあるんだ、このなんていうバルコニーみたいな。ギザールの野菜を模してるってことこれ。あ、ここがチョコボになってんのこれ。ちょっと待って、見えないんだけど、ちょっとこれ見あ、こうすれば見えるかな。モアイ邪魔くせえ。見えない、全体図見えない。これが目なの、目にな、違うよね。これくちばしだよね多分ね。どういうことちょ、入り口いい、これなんかチョコボなんだけど、なんだろう、ダックスフンドみたいにも見える。これダックスフンド、これうちの犬こんな感じの、うちの犬の方が可愛いですよ。うちの犬めっちゃ可愛いですから。うちのダックス頭悪いけど、超頭悪いんですけど超可愛いですから。なんかね、なんかこう、いや、な、うん、いや、ごめん、違う、チョコボだわ、これは。なんでもないっす。ああ、なるほどね。あ、ちなみにこれ、カーバンクル買いました、これ、カーバンクル。青い方だっけ。あ、これ、ね、今度また動画で いつかやるかやんないか分かんないですけど、空飛ぶとことか、ちょっとね、やろうかなと思うんですけど、あ、この辺、あら あそこにも、いつ、知らない人んちチョコボになってる。チョコボ、これで全体図が見れた。なるほどね。はいはい。あれ、ここ乗れないのこれ。あ、乗る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 。ちょっと、高いとこ乗りたいの。何これ。乗ったじゃん、今。よし。あ、こんな感じなんだ。ちょっと、カバンくる、ピカピカして、ちょっと見づらい。あ、こんな感じなんだね。あ、ここにでっけえチョコ、角入ってないこれ。どうここがチョコボが乗っかってて、なるほどね。あ、でもいいな、これ。いいじゃん、いいじゃん。かわいいじゃん。色も塗れんのかな。ねえ、チョコボハウスに住んでるチョコボみたいな。いいんじゃない?なんかこれ、あ、ここのうちもなんか、チョコボだ。あ、これ、M か ?M か ?S か?ちょ、わかんないけど、あ、違うんだね、結構。ほら。なんか違う。で、ごめんなさいね。なんか勝手にちょっと、名前とかは絶対映さないんで、あれですけど。おぉ、びっくりした、電気ついた、電気ついた、めっちゃ電気ついた。あ、こんな風になるんだ。でも、すごい、これ、ある意味怖いっすよね。チョコボ、あ、なんか可愛いお家だ、つって。わかりました。あ、なんかね、例えば全然知らないさ、例えば FF 始めたばっかのね、人がさ、こう、あ、チョコボのお家だーってこう来るじゃない、こうやって。こう来るでしょ、こう来るでしょ、ちょ、マウスカーソル邪魔くせえな。こう来るでしょ、こうやって。誰のお家だろう、ね、チョコボの可愛らしい人が住んでるのかなってこう入ったら、まずここでエッタちゃいますから。ね、これでもうズシってこう、ズシってこう、あーって、ぐしっ、ズシってこう、で、ここで、誰が住んでるんだろうってさ、こう、ズクシクってこう、あーって、ここでこう、ドサッと。ね、やられちゃうみたいな。まあ、そういう、まあいいや。はい。で、俺ちょっと気になってんのがさ、こう次元とエレベーター、このままで、あ、使えないな、これは。ダメだ、これ調整せなあかん。うわー、これはきついぞ。てか、乗れるの?チョコボハウスって、乗れるのかな?あ、でも、引っかかりが、ありそう。ここからこうだから、ここら辺とかになんか乗れそうだな。
ちょっとこれはいいや、いずれ時間あるときにまたちょっと調整します。これ調整してみます。どうなるか分かんないですけど、あーでもいいな、いいな、ちょっとあのうん一気に気に入っちゃったね。えちょっとこれフレンドさんにいただいたんであれですけど、で結構ねいただいてから時間経ってるんですよ。僕本当に全然ゲームできなくて時間なくて、今日ちょっと早く帰ってこれたんで、パパッとねこれやろうと思ってやったんですけど、どうせやるならね動画に残しときたいっつってフレンドさんにも言ってあったんですけど、あここあれじゃない、ほらこう卵を温めるなんか巣になってるんじゃないこれ。あ乗れね、あここから行け、あこれもうさ鎌倉移動できないんじゃないこれね。えあーこれいいじゃん、ここいいじゃん。えこれ別に次元とエレベーターなくても乗れるんじゃねえ、 こういうとこなんかクガネのなんかほらアスレチックみたいなのあるけど、あでああなあああうんすり抜けんだね。あそう、あそう吉田さんちょっとねえ覚えとけよ。あーもうねすり抜けると思わなかった今。ちょっとこれね考えた人本当にありがとうございますだね。チョコボハウスの仕様を考えた人本当ありがとうございますみたいな、覚えとけよっていうね。ほらすり抜けちゃう、いや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 すり抜けるんだこれ。あそう、あじゃあ次元とエレベーター調整してみよう。もしかしたらね登れるようになるかもしれないから。こうなるとモアイ邪魔くせえなすげえお気に入りだったんですけどね、モアイこれ下から火出てるからなんか鼻血出してるみたいですよね。これほら目ん玉充血しちゃって鼻血出して、もう口からもちょっと口唇ヘルペスみたいになっちゃってるけどね、この辺とか。モアイさん怖いよねこれ。まあそれはまあいいとして、まあまあまあ、あでもこれちょっといいな、今度じっくり見てみよう。なんかこれなんかキノコみたいにも見えるけど、あ後ろはこんな感じなんだね、こんな感じなんだって。なんかあんまもうちょっとカメラ引ければいいんだけど。ああここにも鳥いるわ、いいじゃんいいじゃないいいじゃないいいじゃない。はい、チョコボハウスでございました。住所は全く変わってないんで、もし見たい方は全然ご自由に眺めに来ちゃってください。エレベーターは多分ね当分このまま放置しておくと思います。はい、いずれちょっとね徐々に調整してみようかなと思いますけど、はい。で、まあ、チョコボハウスになったので、で中はどうなってるかっていうのをちょっと見ようと思います。じゃあ中入ります。さあビフォーアフターみたいなもんですよ。中に入るとどうなるかというと、はい、何も変わってません。これあれだから、これ雨漏りしてカビになっちゃったの。すごいすごいカビ、これこの音、これうわうわうわ、えー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 、